皆さんこんばんはですね。今日は夜配信で私やっておりますので、頭がもう回転してないんで、ちょっと最初からボコボコ失敗してますけど、皆さん夜103回になるのかな？夜の20時半からスタートしました。マッサンカフェ TV 103回、夜やるのほんと久々なんでね。本当に大変なんですけど、コメントいただけると嬉しいのと、から転送していただいてシェアしていただくのと、それからもう淡々と言ってますけど、いいねボタンを押してくださいっていうのをお願いいっぱい言いましたが、よろしくお願いしますということで、はい、ではヨッシーさんをお呼びします。はい、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。すいません。はい、いえいえ、おまけに聞いてありがとうございます。ヨッシーさんってもう名前じゃなく、イニシャルで言っちゃって、イニシャルじゃねえな、あだ名で言ってますけど、本名は佐藤義彦さん、義彦さん。はい。はい。今日はキャンバの、皆さんね、興味あるでしょ？キャンバの専門家っていうことで。どうですか？もう、すごいんですよ。私、前回の、好天思考祭りの時に、参加者として、ヨッシーさんのセミナーというかブースにお邪魔したときに、なんかの、こう、質問ありますかみたいなことでお話しいただいたんで、いや、その時は LINE の公式 LINE を作ろうと思ってね、リッチメニューをちょっとやりたいなって思ってたんですけど、さっぱりわかんなくてやり方が。で、ちょっとどうやってやるんですかって聞いて、で、教えてもらったんですよ。30分間ぐらいですよね。20分ぐらいか。教えてもらったんで、その翌日やったらですね、本当にもう、およそ、約、1時間ちょっと、もうかかんなかったな。2時間もかかんなかったな。こんなやつが。今これ私の公式 LINE のリッチメニューになってますけど、すごい。これで、できちゃったっていう。これはもう、いつも、自慢じゃなく、いつも感謝してるんですけど、ああ、ヨッシーさんのおかげですっていうことで。ありがとうございます。そうなんです。ですから、これ、こんな感じでね、もうすごい、なんだろう、ご指導もうまくて、いや、もう本当に的確ないんで、的確なんですよ。うん、こうすればできますよ、みたいな。うん、で、なんかそれで、やれそうな気分になってきて。それでできちゃったっていうのが、この、リッチメニューの、このテンプレートを使ったね。はい。今、もしよろしければ、登録をいただきたいんで、ありますけど、うん、はい。はい、コメント欄にありましたけど。はい。まあ、こんなのがね、ちょろっとできちゃったりとか、しました。はい。一応、オーバーレイもあるかな。あと出そうと思ったけど。この上のやつ。私の緑色の方の QR が、これが公式 LINE の登録の画面ですから、ぜひよろしくお願いします。ということで宣伝ばっかりしてますけど。はい。で、こんな形でね、こう本当にもう、すごい、ですよ。専門家以上ですね、これね。超能力者じゃないかと思うぐらい。ありがとうございます。本当に、何のおだてもなく思ってます。はい。今日、僕ね、この
私のこの画像、このヨッシーさんが写ってるタブレットとパソコンも、これもキャンバーのモックアップっていうのをね、使って、その時にちらっと質問したんで、アプリに、キャンバーのアプリについて質問したら、こんなのもある、こんなのもある、こんなのもあるって教えてくれて、これも教えてもらったんですね。モックアップっていうのがあるよって。で、まあ、モックアップ自体は私他のアプリ、ソフト使ってたんですけど、あ、キャンバーにもあるんだっていうことで、その時発見して、それで、今回、キャンバーを使ってやってみました。はい。ということで、長くなりましたけど、はい。じゃあ、吉木さん、自己紹介でお願いいたします。はい、ありがとうございます。いや、本当ね、マスさんがね、本当すごい素晴らしい紹介をしていただいたので、本当に、嬉しい限りなんですけども、そうですね、まあ、僕自身ですね、まあ、やはり今紹介いただいたようにですね、こちらの、キャンバの専門家としてですね、デザインツールのキャンバにも特化した、本当に、なんでしょう。まあ皆さんね、よくまあキャンバって使われてる方も多いかなとは思うんですけども、そのまあキャンバのですね、便利な機能ですとか、まあ使い方とか、まあそういったところから、はじめまあもちろんなんでしょう。いろんなまあデザインの作り方とか、まあ作成するお手伝いですとか、そういったことをですね、やらせていただいているっていうような形ですね。はい。で、もう本当に、まあ先ほどね、もうマッサも言っていただいたように、まあ勉強会とかそういったセミナーとかも行っている中でですね、来ていただいた方にですね、やっぱりそれぞれ来ていただいた方によって、そういったキャンバーの、まあ使い、なんだろう、なんだろう、なんて言えばいいのかな。まあ使い、慣れてる部分とかが、やっぱりレベルがね、若干ね、違う方もいると思うんで、まあその人に合った、教え方というかですね、やっぱりそういったまあ、この人にだったら、まあ、こういった言い方の方が、まあ、より伝わるだろうなっていうことを、まあ、意識しながらですね。で、本当に、わかりやすくを、まあ、本当にモットーに、お伝えしてですね。で、本当にできるようになってもらわないと、お伝えする意味がないので、やっぱりそれでですね。でも、ただ、本当短い時間でですね、マスさんが本当にね、この先ほどのLINE のリッチメニューですとか、モックアップとかね、それをね、使いこなすことができてるっていうのが、本当なんかすごい、なんか逆に僕もすごい嬉しかったっていうか、なんか本当なんか鳥肌立つぐらいですね、本当嬉しかったなと思ったんですけども、本当でもね、本当に分かりやすく思ったように、お伝えして、皆さんにですね、本当にキャンバーを楽しんでいただきたいなっていうのが、一番に思っていることなので、やっぱそれをですね、もっともっと多くの方に伝えていけたらなというふうに思っております。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとね、コメントがいただいててね、夜になるとコメント来る人いる。こんばんはということで。はい。こんばんは。西野みのりさん。はい。あ、みのりん、こんばんは。ありがとうございます。シェアしましたってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それから、この上原ゆっこさん。お、ゆっこさん、ありがとうございます。ね、さっきまでライブやってたのかな？ちょっと、ごめんなさい。はっきりしてないんですけど、ね、いつもお世話になっております。それから、これ、西野さんですね。みのりん。キャンバの専門家、すごいんですよって。すごいですよ。ありがとうございます。神がかってるんですよね。ありがとうございます。ねから、このなんか、シェアインって、なんか、シェアイン、うん。どういう意味だかよくわかんない。シェアしてインしたよってことか。そうですね。ここの後天思考の、まあ、名言としてですね、シェアインっていうのが、シェアしてインをするっていうのがですね、うん、はい、シェアインっていう言葉、はい、流行っております。なんか仮面ライダーの登場シーンみたいな。からですね、またみのり。そんな贅沢、そういうことね。専門家の人質、俺が、前回、ヨッシーさんの講座を一人で聞いてたから、一人占め。ああ、そういうことですね。いや、もう、個人コンサルでしたから、20分、30分ぐらい。もう、ほぼほぼそうでしたね、はい。で、2回も行っちゃったりしてね。そうですね、はい。2コマで2回も行ったっていう。はい。ありがとうございます。リッチメールがかっこいいと。これはもう、ヨッシーさんのおかげです。はい、ということで、コメントをいただきました。ありがとうございます。引き続きご視聴くださいということで。ちょっとね、ヨッシーさんのことで聞きたいのは、ヨッシーさんって前、
トラック野郎だったんでしょ？トラック野郎そうですね。トラック野郎でしたね。はい。そうですね。はい、本当にそうなんですか？はい。そうですね。本当に僕、20代、本当に20代、20歳の頃からですね、本当に約30年、まあ、30年以上ですかね、ずっとトラックの運転手をやっておりました。八代亜紀のステッカー貼ってたんですか？そこまではしてなかったですけど、まあでも、なんだろう、まあ運転手は運転手としてね、はい。まあでも、なんか、なんでしょう。その、映画のトラック野郎みたいな、やんちゃなトラックの運転手っていう感じではなく、逆になんか、トラック運転手っぽくない運転手を30年やってました。もう、なんかトラック野郎ってなんか、いつもカセットテープは八代亜紀の歌で。で、なんかこう、ね、フロントのところに八代亜紀とか書いてあったりとか。そうですね。そんな、そう、昭和な感じではなかったですね。はい。でも、なんか、その方がですよ。はい。なんでいきなりキャンパに全然方向が違うじゃないですか。そうですね。そう、これですね。まあ、まあ、本当に、ちょっと前までね、コロナっていうのはね、騒がれていた時に、まあ、僕自身、その、まあ、本当に、二十歳の頃からずっとトラックの運転手しかやってこなかったので、その時にですね、もし、まあ、自分自身がそのトラックの運転手ができなくなったらとか、その会社がなくなってしまったらっていうことを考えた時にすっごい将来が不安になったんですね。そのトラックの運転手以外の仕事をやったことがなかったので、まあ、もちろんその学生時代のアルバイトとかはありますけど、その正社員として働いてたっていうことが、その運転手以外やったことがなかったっていうのがあって、やっぱりその、運転手ができなくなったら自分に何ができるんだろうと思った時にすっごい本当に将来が不安に思えてですね。まあそんな時にまあ本当に、やっぱりその、何かしらやっぱりその自分で仕事をしなきゃいけないなっていうのがあって、はい、まあなんとかその自分で、まあその、自分で稼ぐ力を身につけたいなって言ったところが、まあ、本当に始まりなんですけども、そんな中で、やっぱその、まあ何かしら自分で仕事をするにあたって、やっぱりその自分、個人で仕事を始めるとなると、やっぱりそのどうしても自分を、まあ、認知してもらうためにはですね、いろいろその発信、まあ SNS とかで発信をしなきゃいけないっていうのもありますし、でそういったところでその SNS の発信をするときの、まあ、画像を作って、たりとかをしなきゃいけないなっていうのも、その時に初めて知ったんですね。で、そういった時に、僕も、その時で、もう何年前だ、4年前ぐらいですかね。まずはまだその時はですね、キャンバーを知らずにですね、その、よく、プロのデザイナーさんが使ってるような、イラストレーターとか、フォトショップとか、そういったデザインツールを使ってみたんですけれども、全然使いこなせなくてですね、難しくて。それで、本当になんかそういった、自分の画像とかそういったものを作れないから結局その発信もできないしって言ったところで、まあいろいろと悩んでるときにですね、たまたまそのある広告を見たときに、その誰でも簡単に画像が作れるよ、デザインが作れますよって言った広告でキャンバっていうのがあるのを知ったんですね。それがちょうど3年ぐらい前ですかね。その時に、あ、そういったツールがあるんだっていうのを初めて知ってですね。で、それで、まあ、そのキャンバを、まあ、知って使い始めて、で、まあ、最初はやっぱりなかなかその使い方ってよくわかんなかったんですけど、キャンバのスクールに通ったんですね。まあ、そこでもいろいろと。そんなのあるんですか？まあ、そう、あったんですね。スクールなんてあるん、まあ、今も多分あるとは思うんですけども、そう、それで通って、ある程度その使い方を覚えてですね、そしたらですね、本当になんか、今までただ単に写真になんか、言葉を入れるだけしかできなかったものが、本当になんかいろんな画像を自分の思った通りに作ることができるツールっていうのを、あ、こんないいツールがあるんだっていうので、どん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 ですね、のめり込んでですね、ハマりまして、それでもう気づけばですね、なんかそれをなんか、今こんな感じでですね、本当キャンバの専門家と言えるぐらいにですね、もう、ほぼほぼでも、ほんとキャンバーはですね、僕の趣味と言っていいぐらいですね、ほぼ毎日キャンバーをいじっていて、はい。そんな感じぐらいになっております。はい。いや、もう朝から晩までキャンバーしか見ない。そんな感じですか？もう、部屋にいてパソコン開い
ってる時間の、ほぼほぼ、そうですね、もうキャンバ開いて何かしらいじくってますね。で、それで。でもすごい海外情報とかね、詳しいっていうか早いですもんね。それはですね、まあ、その話も、まあ、実は、まあ、今度のね、高天神小祭りでも、ちょっとお話ししようかなと思ってましたけど、そう、実はね、僕、もうキャンバの専門家としてやらせていただいてるんですけれども、実はそのキャンバ、日本のキャンバを使ってるユーザーさんの中で、日本に二人だけしかいないキャンバの公認アドバイザーっていうのかな、キャンバイザーとかっていうのがですね、二人しかいない人がいるんですけども、っていう肩書き、その、本当キャンバの公認されてる人、っていうのが二人しかいない人がいて、その二人ともちょっと実は僕繋がっててですね、そのコミュニティに入ってて、その二人っていうのは、その公開されないキャンバの情報をいち早く取り入れることができる二人なんですね。そこのコミュニティに僕入ってまして、そこからもですね、その海外の最新情報を得ることができるんですよ。なので、そういったそう、海外で今流行っている、そのデザインの、その、なんだろう。こういったものが今流行ってますよとかっていうのが、より早くですね、取り入れることができたりとか、それでその、より、その、みんなにも伝えることができるのかなっていうのもあってですね、海外最新のですね、情報を発信できているのかなって思っております。ちょっとね、コメントがまた、抜けてきてるんで、はい。はい、吉村ひとみさん。ひとみ、ありがとうございます。北海道から帰ってきたのかな？ね。こんばんはってことで。はい。それから、見に来ましたってことで。ありがとうございます。今日はシェアインは使わないのかな？あ、使ってる。ここに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。からですね。あ、ここで。さすが、ヨッシーさんだ。ありがとうございます。この次ですね。その方に合った教え方をしてもらいんですよね。本当そうですね。はい、ぜひ、お祭り、高天神小祭りの時は、ヨッシーさんの駒にお立ち寄りください。いうことも。みのりんが、すぐやってみるのもすごいって、これは私のこと言ってるのかな？ずっとわかんないけど。多分そうですね。あとこれですね。情報というか、そうですよね。キャンバは今や起業家の必須アイテムですって、本当に、もう、はい、ひょっとしたら、アドビの世界じゃなくなってきてるのかもしれないですね。そうなんです。イラストレーターとか ね、そういう世界ではないかもしれないです。もうね。そう。今年3月にですね、イギリスのデザイン会社をですね、キャンバが買収したことによって、アドビと並んできてるなっていうことを言われております。はい。だからもうちょっとした個人事業主とか、一人でやってる人、うん、もしくは少数でやってる人とかはもう、キャンバ一択でもう十分できちゃうかもしれないですね。印刷、もう今印刷会社ももうほとんどないですけど、昔みたいに印刷業やってるとか、写真をいろいろこうね、画像をいじくる人とかは、当然イラストレーターとか、そういうのを使っていかないと、うん。まあ、ポスター作るとかね、チラシ作るとか。でももう、それさえも簡単なポスターだったらキャンバでできちゃいますもんね。もう、キャンバでできますし、キャンバのその画面から、印刷を送ることができるんですよ。ね、できますよね。うん。なので、本当に、キャンバがあれば、チラシもポスターも、広告もですね。名刺なんて十分ですよね。もう、名刺はちゃちゃっと作れちゃう、ね。十分ですよね、はい。そのまま印刷屋さんに送れば。はい。ね、支払いすれば、出来上がったとこに送ってくるっていう。はい。だからもう、いらないですよね。街の印刷屋、名刺屋さんとか。そうですね。正直そう、いらなくなってくると思います。ね、名刺受けたまわりますとか。はい。Kindle じゃなくて何でしたっけ。あるじゃないですか。よく。街にこう、印刷という簡易的、ささっとや、スピーディーにやってくれるところ。とかそういうの、そういうお店もなかなかなくなりますよね。もう、そうなってくると思いますね、これから。はい、もう一人ちょっと、
変わり種主とか、変わり種主さん。こんばんはっていうことで。こんばんは。ありがとうございます。なんてお読みするか分かってないんです、私。名前が。これ名字なんて読むんですかね。岡崎ひとみさん？岡崎なんですか？ね。まあいいや、ミカエルさんなんですね。ミカエルさんですね。はい。はい。ありがとうございます。すごい方と繋がってるんですね。本当そうですよね。はい。なかなかいないと思います。ヨッシーさんのこれ、あれ、ほら、情報がすごい。はい。そう、正直僕、なかなか、まあ、キャンバの、まあ、本当マニアなので、そう、キャンバのですね、海外の情報とか結構、好きで見てるんですよ。はい。でも英語ですよね。全部英語ですね。はい。なので、まあ、それを、まあ、なんか、良さそうな情報はですね、本当に翻訳アプリを使ってですね、翻訳をしてみて、っていうのは、ちょこちょこやっております。はい。さっき質問したらこういうふうに帰ってきました。まだいらっしゃるんですね。まだ北の国。ああ。いいですね。いいですよね。いいけど、もう寒いよね。ああ、もうそろそろ寒いですかね。これ何、急に何を、俺の話が出てきて。お、マスさんはどんなことされるんですか？ですか、聞きたい。はい。あ、今日は俺の日じゃないから、ヨッシーさんの日だ。あれです。ひとみんがこう、強制的にじゃないけど、強制的にって怒られるな。私のタイトルを、なんか決めていただいたんですよ。いつ知らない間に。うん。そのままをやるだけです。ちょっとだけ買い、コーヒーの魅力とかって書いてありましたけど、うん、魅惑のコーヒーって変えまして、ちょっと、うん、それだけ変えて、サブタイトルは同じで、うん、はい。はい。何やろうかはまだ考えてないです。まあ、多分行き当たりばったりかな。うん。うん、ちょっと今考えてないですね。おーって、これは私の方に反応してくれたな。オッケーって。まあ、もう、ひとみんが、これで行きましょうって、なんか言ってたから、それでもういい、うん、考えるのもめんどくさいから、それにしました。ということで、なんかさっきからね、好天思考祭りという、うん、もう、このバッグにもね、載ってますけど、その話をちょろちょろ出てますけど、はい。どうしようかな。さっきの画像1分半あるんだけど流すの。やめようね。またの、じゃあちょろっとだけ流す。私が作った、キャンバで作った、一応、好天思考祭りの、なんですかね、PR 動画みたいのを作ってみたんだけど、よく、専門家の前に出すには恥ずかしい素材なんで今出したくないなと思う。ここで一夜が終了しました。で、第二夜は私、ね、第二夜は私と、ヨッシーさんが鳥ですよね。最後。はい、そうですね。はい。ね、飾るということで。まあ、第二夜は見ての楽しみにしてください。で、一応、こういう工程、あ、これもう本当恥ずかしいんでね。これもキャンバで作ったんですけど、初めて作りました、動画をキャンバで。うん、まあでも、私とヨッシーさんが出るということで、まあヨッシーさんがね、まあさっきもちらっとなんか、話していただきましたけど、まあ、すごい、ヨッシーさんのあれ、特典がすごいですよね。何でしたっけ？ PDF で20ページぐらいあるキャンバのイラスト集？
そう、今回の、まあ、プレゼントとしてはですね、まあ、本当に参加者全員には、まあ、参加者全員というか、僕、そうですね、参加者特典として、まあ、用意させていただいたのは、本当にキャンバーで使えるような素材ですね。本当に、まあ、キャンバーの一番左の上から二番目にある素材って言ったところで、ビジネスで使えるような可愛い、イラストとかの素材集をですね、約20ページぐらいの素材集を、まあ、プレゼントしたいなというふうに思っております。はい。そう、このね、お祭り、固定式お祭りは、それぞれのブースがあって、で、それが時間で分かれてるんですね。ですから私は7時、うん、夜の19時15分から30分間枠があって、うん、ヨッシーさんは最後なんで8時15分ですか ?20 時15分、はい、21時15分ん、そんな遅くまでやってないから20時45分とか、そんな感じか。まあ、多分第4クールで。30分4人行くんだから。忘れちゃったの自分で。そうですね。20時45分から21時15分まで。はい、それがヨッシーさんの枠ですね。はい、で、そこに、入るっていうか、まあ、ズームでやるんで、要は、ズームの、はい、なんだ、あれ、ほら、部屋になるやつ。そうですね。まあ、僕の講演は、一応、ま、その時間枠、30分枠の中、間は、その、ま、メインの、部屋でやらせていただくんですけども、まあ、そちらの方にですね、来ていただいた方、もう本当に1分でも2分でも来ていただければ、先ほど言ったですね、その素材集っていう、まあ、PDF をプレゼントさせて、プレゼントさせていただこうかなと思っております。はい。はい、これは皆さん、もらった方がいいですよ。ね。あ、タオ、ちょっとさっき、ミノリンが早速、21時15と15分ですよ、多分で。多分。すげえ、そうだな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういうところがみのりにさすがだなって思いますが。そうですね。はい。で、だからそれはもう特典もらった方がいいんでね。で、皆さん各ブース、だ私もある、らしいです。らしいですね、自分。らしい。何をするか考えてないんで。まあ、そんな、ヨッシーさんみたいに20ページの PDF はないので、私の場合は。もう、大したことないですから。いいね。はい。ですから、特典をいただきに行くなら、ヨッシーさんのところへ。ありがとうございます。ぜひ行って、もうね、特典だけじゃなく、本当ヨッシーさん教え方うまいんで、さっき言ったように、キャンバのことちょっとでも悩んでたら、あ、こうしたい、ああしたいって何か理想があるんであれば、ヨッシーさんと繋がっていただければ、いろいろとフォローをしてくれるでしょうから。はい。ということで、ね、はい、お祭り。まあ、全部で総勢8プラス1。タンパリンさんが別枠でね。そうですね。はい。9名の方がいろいろなことをやってますから、はい、皆さん今日コメントいただいてる方も、ほとんどが登壇者なんで、この吉村さんね、ひとみんも、減塩料理だっけ。減塩料理研究家ですね。はい。ね、考えて俺のことだね。俺が考えてないって、見たいっていうのは見たいっていうことですか。はい。から、なんだか、マッサンも作った。これね、さっきの動画ね。動画ですね。そんなことはないです。もう、ヨッシーさんの足元にも読まないんで。マッサンもすごいです。はい。ということでね。ぜひ、好天思考祭り、そうだそうだ、これ、どうやって申し込むんだっていうのが必要だよね。だ、これを出さないといけないね。なんだ、何を出せばいいんだ。わけわかんなくなってきたぞ。ちょっと待ってくださいね。この辺の、これか、これを出して、好天思考祭り、これにはリンクがないから、リンクはどこだ。これだな。これでいけるかな。この URL、QR コードでいけると思います。好天思考祭りのお申し込みはこちらですね。QR を読んでいただいて、それで、登録画面に進みますから、あと詳細もここで書いてありますから、
なんじゃらほいっていう人は、ここで、見ていただいて、LP になってます。ランディングページになってますから、ですからそれを見ていただいて、で、お申し込みのリンク、登録画面に進んでもらえば、はい。これでね、行くと思います。これもちょっと、はい。貼っときましたんで。好天使公募ってね。このイベントのページが、これ QR と同じですから、このリンクは。ですから、こちらからクリックでも構わないですし、から、この QR を読み込んで、ということで。もう3日間ありますんで、ここに書いてある16、17、18と。もう3日間全部出ることも OK ですし、いや、ちょっと一日しか出れないよとか、一日のうちの一時間しか出れないよでもいいので、申し込んでいただければ。もしくはもう全然わからないけど、とりあえず行くよと言ったら、3日間全部にチェックを入れてもらえば。はい。もう、別に、欠席したからって追跡しませんから、あなたどうしてるとか、なんで来ないんだとか、そういうのはないですから。ないですよね。ありません。はい、大丈夫です。だから そこは安心していただいて、とりあえず、登録しとかないと、もらえるもんがもらえないっていうことですから。はい。登録をしていただければと思います。はい。ということでね、もう30分過ぎちゃったんでね。ごめんなさい、ね。あっという間ですね。はい。いいえ。はい。で、ヨッシーさんの、はい。いろいろ、この情報はですね、はい。この上の QR。はい、私からはさせないんだけど、こっちか。こっちですね。うん、このインスタの QR になってますけど、インスタすごく、ヨッシーさん一生懸命やられてて、すっごい見やすいインスタを作られてるんで。ありがとうございます。キャンバのことがいっぱいね、書かれてますから、ですからぜひインスタからもヨッシーさんの情報をキャッチしていただくとね、ヨッシーさんがどういうことでキャンバを使いこなしてるかっていうのは、もう専門家の領域がわかります。ぜひ皆さんこれを、この QR を、インスタグラムの QR を登録してください。で、まあ、暇だったら私の LINE も、公式 LINE も、先ほどみたいな登録をしていただくと嬉しいかなと。暇だった方でいいですから。で、私はそんなに一生懸命やってないんで、これからやりますって感じですかね。はい。こんな感じですね。はい。じゃあ最後、ヨッシーさん何か皆さんに向けて、好天使公祭りに対しての意気込みを。はい、そうですね。ま、僕自身ですね、この、まあ、好天使公祭りですね。第3回から、出展させていただいているわけなんですけれども、やっぱりこの好天使公祭りって本当に他ではないって本当に毎回言ってる話なんですけども、ここの、好天使公のメンバーがですね、本当にいろんなジャンルの方、僕をデザインとしてやりますけれども、本当にマッサンはコーヒーの専門家、本当焙煎師としてね、やられていて、あと本当に料理のこともやってたりとか、マインド系とか、スピリチュアル系とか、なんか、筆も、いろんな、本当いろんなジャンルの方がですね、本当にそれぞれの得意な分野のことをですね、お話ししていただくっていうところで、本当にこのお祭りに参加するだけでですね、本当にいろんなことを学ぶことができる。なんか、結構他にあるようなイベント、オンラインイベントなんかですと、ある程度のね、ジャンルが決まってるイベントが多いと思うんですけども、そういった決まったところではなく、本当にいろんなことを学ぶことができて、なんかいろんな、なんか、その人によってですね、いろんな気づきがあったりとか、なんかのですね、なんか自分の気持ちとか、そういった人生の幸せになるための、なんかちょっとしたきっかけになったりとか、そういったことが得られるような、そんななんか楽しいお祭りになってるんじゃないのかなっていうふうに、はい、毎回感じておりますし、やっぱり僕たち自身ですね、もう本当参加出展するメンバー一人一人がですね、皆さんに本当になんかより楽しんでいただけるようなですね、そういったイベントになればいいなっていうことでですね、今もなお準備を重ねてですね、取り組んでおりますのです、ぜひですね、本当に、1時間
とは言わず、本当に5分でもですね、1分でも2分でも3分でもいいので、本当に聞いていただければですね、本当にですね、もう、いろんな特典をいただくことができるようなお祭りになっております。まあ、ね、特典だけじゃなく、本当にそれぞれの専門家のお話がね、すごい、もう突き刺さるいい、まあ30分間ですけど、突き刺さるようなお話がいっぱいいると思いますから、体のこと、から心のこととかね、から、ヨシさんのようにこう、キャンバの使い方、スキルのこととかね、もう私はコーヒーの入れ方みたいなのを多分やると思うんですけど、そういうコーヒーの入れ方、美味しく入れる方法とかね、まあ、みんなそれぞれ、9名の方が、それぞれの専門分野で突き刺さる、ね、ご来場していただく方に突き刺さるような言葉とメッセージを残してくれると思いますから、ぜひ、16、17、18。はい。ぜひ3日間、もう足を運んでいただくというか、ちょっとでもいいので、お立ち寄りいただければと思います。本当に今日はね、ありがとうございました。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。本当にじゃあ皆さん、今日は、もうお休みの方もいらっしゃるですし、これから、まだいろいろとやらなきゃいけないお仕事もあるかもしれませんけど、まあ、ゆっくりとお過ごしください。はい。ということで、じゃあエンディングでいって終わりにしたいと思いますので、では皆さんおやすみなさーい。ありがとうございます。